マクベス。マクベスは1606年頃に成立したウィリアム・シェイクスピアによって書かれた戯曲である。勇猛かかんだが昇進な一面もある将軍マクベスが妻と図って主君を暗殺し大いにつくが内面、外面の重圧に耐えきれず錯乱して暴政を行い貴族や王子らの復讐に倒れる。実在のスコットランド王、マクベス。 在位1040年1057年をモデルにしている。ハムレット、オセロ、リア王と並ぶシェイクスピアの四大悲劇の一つで、その中では最も短い作品であり、最後に書かれたものと考えられる。刺激作品と同じく出典は主に、ラファエル・ホリン・シェットの年代記第2版1587年出版である。弾丸殺害の場面は、 野心家の妻にそそのかされて、ダフ王を侵略したドンワルドのエピソードに基づくなど、刺激に比べて自由な改変を加えているらしい。戯曲でのマクベスは、主君を殺して、王位を奪い、暴政を行って、短期間でその報いを受けて滅ぼされる悪人として描かれているが、実際のマクベスは17年間の長期にわたって、王位にあり、 また当時は、下国上がしばしば見られる時代であって、マクベスの行為も、悪行とは言えず、当地の実績もあり、儀曲に見るような暴君ではなかった。王折半での観光はなく、1623年の、ファーストフォリオが、最古のテキストであり、現存するテキストはすべてこの番による。全2477行、その98%が陰文である。シェイクスピア劇としては、 嵐、テンペスト、間違い続きに次いで3番目に短く、成立年代も接近しているとされる、ハムレットの4024行、コは、シェイクスピア作品中最長、オセローの3560行、ディア王の3499行と比較すると、短さが著しい。また、上演の記録も、後日のよう2611年より遡れない。って、 創作年代はテキストの内称によるしかないが何度も書き直された上、初期のテキストは残っていないため、その確定は困難である。現在知られる内容のマクベス、ファーストホリオに収録されたものの推定執筆年代は1606年頃である。これについては、バンク王を外考えるスチュアート家のスコットランド王、ジームズ六世が1603年にイングランドの王位を継承。 ジェームズ一世したことが大きく影響している。さらに、第二幕第三場の門番のセリフが、1605年に発覚した火薬陰謀事件に関与して裁判にかられたイエズスカイシ、ヘンリー・ガーネットを念頭に書かれているとの推定から、本作の成立を裁判の始まった1606年の中頃以降と考える説が有力となっている。さらに、この作品は、 シェイクスピアの悲劇としてはあまりに短いこと、また内容的にいくつかの点で、飛躍や省略と思われる箇所が存在することから、はじめに長い版のマクベスがあって、これをシェイクスピア自身が短縮したと考える者も,もいる。この短縮改定説は、デンマーク王クリスチャン4世が1606年にロンドンを訪問した際に、宮中で本作が上演された可能性を考える。 ことから生じ、次節参照。宮中での上演には、通常の上演は長すぎるので、そのために大幅にカットされたとするのであり、これも1606年に、現在のマクベスが成立したとする根拠とされる。その場合には、現在のものより長い、マクベスが先行して成立していた可能性を考えねばならないが、スコットランド王であったジェームズを賛美する劇の、 基本骨格は動かないことから、ドーバー・ウィルソンなどは1601年頃に、シェイクスピアの劇団、区内大臣一座が、スコットランドのエディンバラに赴いた、際の成立を主張している。また、この作品に、トーマス・ミドルトン、または、ミドルトン作品を知る無名の作家による過筆がある、ことは定説化している。その過筆部分は、ヘカテが登場する場面、すなわち、 第三幕第五話の全部と、第四幕第一話のヘカテのセリフ、六行と付随する、とがきを含む十行程度だけだとされる。いずれも、ミドルトンの儀曲、魔女、1615年に出てくる歌の抜粋が刺されていることからの推定である。なおこの健康は、過失だけでなく、いくらかの削除をした可能性があるが、シェイクスピア自身の手によって大幅な短縮化がなされた、可能性も、 ある以上、この際の削除部分を具体的に推察することは不可能である。執筆と同じく初演も1606年頃と推定されており、ジェームズ一世の議定にあたるデンマーク王クリスチャン四世が1606年の7月から8月にかけてロンドンを訪問した際に行われた宮中での歓迎会をいて本作が上演された可能性も推測されているが、 現存している最古の上演記録は1611年4月に、先生術師のサイモン・コアマン、サイモン・フォーマンがグローブ・座で感激したというものである。17世紀中頃には、劇作家のウィリアム・ダベナントが、ダンスや音楽を取り入れたオペラ風、マクベスを上演していたという記述が1708年の文献に残っている。1667年のサミュエル・ピープスの日記には、 ダヴェナントの改作版、マクベスは、これまで、ピープスが見た舞台の中で一番だと記されている。1744年には、デイビッド・ギャリックがオリジナルの復活という触れ込みで、マクベスを上演したが、これもダヴェナントによる、脚色の影響下にあり、原作にはない歌やダンスを交えたものであった。シェイクスピアの描いたままの形で上演されるようになるのは19世紀以降のことである。 2002年には、ウエストエンドで、ショーン・ビーン主演で上演された、三人の魔女の乱舞から始まる。綺麗は、汚い、汚いは綺麗などという不可思議なセリフが、劇の展開を暗示する。ついで、スコットランド軍大反乱軍と、ノルウェー軍の戦場にて、スコットランド大勝利の報告を受ける国王団間。戦果を挙げた、スコットランドの将軍にして、グラミスの領主マクベスは、 バンク王と陣営に戻る途中、荒野で三人の魔女に出会う。魔女たちはマクベスに対し、万歳、コーダーの領主、万歳、いずれ王になる、お方と呼びかけ、バンク王には王にはなれないが、子孫が王になると予言し消える。そこへ、ダンカン王の使者が現れ、マクベスが武勲により、新しくコーダーの領主に任ぜられたと伝える。 魔女の言葉通りとなったことに二人は驚き、マクベスは王になるという予言にも、密かに希望を膨らませる。フォレスの城に帰還した、マクベスたちを、ダンカン王が迎える。ダンカン王は、両将の功績を称えつつ、息子のマルカム王子を、王位継承者に定める。予言の実現を危ぶんだマクベスは、ある決心をする。マクベスから、事の天を記した手紙を受け取り、 マクベス夫人は興奮する。夫を国王の座につけるべく、王の一行より一足先に城に戻ったマクベスと、共に、ダンカン王暗殺の計画を加え立てる。一度は決意したものの、内心では罪悪感を覚えて、及び腰になるマクベスを叱ったし、奮い立たせるマクベス夫人。やがて、ダンカン王の一行が城に到着し、宴会が始まる。マクベス夫人は、 王の部屋付きの従者の酒に薬を盛り眠らせる。マクベスは血まみれの探検が浮くのを原始するが心を奮い立たせ、皆が寝静まると王の寝室へ向かう。王を殺したマクベスは呆然自室となり、マクベスは眠りを殺した。もうマクベスに眠りはないという現状を聞き、殺害に使った探検を持ってきてしまい、マクベス夫人が慌てて探検を戻しに走る。 王の地で手を真っ赤に染めた二人は寝室へ引き上げるが、マクベスは地に染まった己の両手を見て恐怖する。朝になり、貴族たちが王の死体を発見した。城中が混乱にある最中、マクベスは部屋付きの従者たちを直ちに惨殺して口を封じ、大殺しの下手人と報告する。父を殺された。王子たちは自分たちの命も危ないと判断し、長男のマルカム王子はイングランドへ、 次男のドナルベーンはアイルランドへ逃げる。王殺害の権威は逃げた。王子たちにかかり、マクベスが次の国王に指名される。国王の座についたものの、バンク王の存在と彼の子孫が王になるという予言を恐れたマクベスは、バンク王と息子フリーアンスに暗殺者を放つ。バンク王は殺されるが、フリーアンスは逃げ延びる。 その報告を貴族たちとの宴会の席で密かに受けた、マクベスは、バンク王の亡霊が劣席しているのを見て取り乱す。そしてマクベス夫人も、最初のうちは、非常に振る舞うが次第に不安に蝕まれていく。心の安定を得られないマクベスは魔女たちのもとへ、おき、予言を請う。魔女たちは、様々な幻影や魔物を呼び出し、女の股から生まれた者はマクベスを倒せない。 バーアナムの森が進撃指的な限り安泰だとの予言を引き出す。女から生まれない人間がいるか、森の木が進軍してくることがあるか、とマクベスは安堵するが、バンク王の子孫が王になる予言について尋ねると、八人の王とその後ろに、バンク王の亡霊が笑っている幻影が現れ、マクベスの不安は消えない。その直後に有力な貴族、マクダフのイングランド亡命の知らせが届く。 マクベスは、マクダフの城を奇襲し、マクダフの妻と幼い子供を殺させるほか、暴政によって、国内を不安に陥れ、民心は離れていく。イングランド王のもとに身を寄せている、マルカム王子に、マクベス討伐を説得するマクダフ。マルカム王子は、自分は大いにふさわしくないと答え、それにマクダフは立得する。しかしそれはマクダフを試すための嘘であった。 マクダフがマクベスの回し者でないと知ると、すでにイングランド王妃家のシーワード将軍の助けを得て、マクベス討伐の準備を進めていることを打ち明ける。自分の城が奇襲された知らせを受けたマクダフは、家族を守れなかった、自責の念とマクベスへの怒りに駆られる。なお、これと並行して、イングランド王が不思議な力を神から賜り、富士の病に苦しむ庶民たちを次々に、 全開させている様子が語られる。暴君と化したマクベスと対比させる効果とともに、王宮での上演にかかる改変であろう。マクベス夫人は、無誘病に侵されている。ジーと次女が隠れて見守る中、マクベス夫人は夜中に起き出して、手を洗う仕草を繰り返す。血が落ちないと呟き、弾刊王殺害時の言葉を喋り、バンク王やマクダフ夫人殺害を食い、嘆き続ける。 ジーは治療の手立てはないと判断する。マクベスの城へ、イングランド軍が攻めてくる。味方も次々と寝返っていき、客観情勢はマクベスに不利になるが、彼は理性をなくし、バーナムの森が動かない限り安泰だ。女が生んだものには自分を倒せないという予言により、自らの無敵を信じて、城に立てこもる。そこへ、マクベス夫人が亡くなったとの知らせが届き、さらに、 バーアナムの森が向かってくるという報告入る。実は、イングランド軍が木の枝を隠れ蓑のにして、進軍していたのだが、森が動いているように見えたのである。予言の一つに裏切られたマクベスは、自暴自棄となり、最後の決戦を求めて戦場に出ていく。城が落とされる一方で、小ー,ーワードを、はじめ次々と敵を倒していくマクベス。ついに、マクダフと退治したマクベスは、 女の股から生まれた者には殺されないと告げると、マクダフは、私は母の腹を破って出てきたと明かす。最後の望みに見放されたマクベスは、自分の運命は自分で切り開くとマクダフと戦い、敗死する。マクダフがマクベスの子宮をマルカム王子に献上して、一同は勝利を祝福し、マルカム信号の誕生を称える。マクベスは、 女が産んだものには倒されないという予言を受け、自らの腐敗を確信する。この種の言い回しは、新約聖書に基して現れる慣用句で、通常はあらゆる人間を意味する。しかしには、自然のという意味もあり、は、女が自然に産んだものとも解釈できる。これにより、帝王切開で生まれたマクダフは、予言から逃れられるのである。方訳では、 このニュアンスの違いを日本語で表すため、役者により様々な工夫がなされている。手塚治虫が1966年から1967年まで、約1年間にわたって、週刊少年サンデーに連載した漫画、ヴァンパイアは、動物に変身する人間が登場する SF 風の作品であるが、主役格の間、久部六郎、幕部六郎の名前や、 彼に悪事をそそのかす三人の魔女善とした占い師、さらに、あんたは王者になる。人間にも、人間でないものにもやられないという予言などの設定が、マクベスを想起させる上、実際に、手塚自身、秋田書店観光、1968年初版の単行本で、本作が、マクベスを元にしたものであると記している。突起しない者の,の題名は、マクベスである。楽しく、 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。